レッツゴーフライデー、今日の反省室。さあ、今シーズンから始まりましたウェブラジオ限定のお楽しみ動画コンテンツ、今日の反省室でございますけれども、今日は反省点そんな今日そんなになさそうですよね。平和でしたね。平和やったね、はい、うん、馬のアナウンサーも声も良かった、はい、うんね、なんかリラックスもできたし、はい、電車クイズあるかな、うん、ね、電車クイズのためにね、うん、さ、あのこう水色保健室も見事解決、うんうん、解決ですね。ティーナカリーナさんのお悩みもすっきりした言うてもらいましたし、うんうんうん、そうね、ひささかが美味しかった、そう、ね、終わってこれ反省室取るまでにバク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 、いや美味しかった、ささささかまぼこ、うん、ね、お辻も食べたやろ、美味しかったね、美味しかったやろ、食べながら、ああ、かまぼこって罪悪感ないですね言ってた、はい、カロリーがだってもともとお魚ですもんね、そう、何食ってもええやん、太んないです、あれ食べても、何食べてもあんたみたいな太らんやろ、どうせそう言いながらタピオカ飲んどったくせに、ね、ほんで、そう、結構でかいやな、きっとあそこのタピオカです、う、うん、S サイズでいいですかって言われて、うん、いや、M でお願いしますって大きい方頼みました。あ、そう、それは罪悪感ないの、そこは、まあ、液体だし溶けるかなっていうサンドイッチマンさんの考え方考え方男芸人と一緒で液体やからゼロカロリーで、それいつもあのブルーサーさんがおごりで買ってくれてるの、はい、そうですよ、これみっちゃんは多分みっちゃん何にも買ってもらってないな、下手くそに、まあ、みつひろえ、そう、その…え、てことはやね、お辻が買ってよ、買ってよって言ってるってことやろ、買ってよ、うちらは知らんから、いや、食べたそうに覗いてたりすると、うん、食うかって言われるので、うまい、いや、持って行き方やな、うまいわ、店をまず見るんや、そうね、あとは、今日のタピオカは私行きたいとこあるんですって言って、うん、もうそこに行って、そしたらこれ飲むのかって言われたので、ほらこれ飲むのか、はい、お前のせいで私らの知名度今日ゼロやな、いや、そこ行こうって言ってやろ、あんたがお辻提案やったんや、お辻がタピオカの店やったら場所を、そうや、食べるものありきのこう場所選びになってるから、そらか、え、どういう見方をしたらこうでもらえるの、え、その、うん、例えばクレープの時はもう看板があって絶対に美味しいと思ったんですよ、うん、美味しそうって見てたらどれがいい、こうこうこう、いや違う美味しそう、あ、ほら、ほら、ほら、じゃあほんならそれはええで、それを見てたらプロデューサーがどれがいいんだって言ってくるわけやろそれはプロデューサーも悪いってもう言い方がもう手枕してます、お前やってどれがいいんだいっていう、そらんかんわ、ね、もう簡単なことなんですよ、これでもそらみっちゃんには無理やろ、簡単なことなんです、いや、そう、やったことあります、そんな、いや私陽性な、私も陽性、そんなもう、もうね、いいですいいです、そんなつもりなかったんですよ、ね、そう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 、大太郎か、申し訳ない、なんかこう、なんかこう何か大太郎かとか買いましょうか言われたら、うん、いやいや、もう恐縮ですと思って、恐縮です、いや、わかる、こんな私なんかにって思うやん、いやいや、もう、あ、もう金出します、いやいや、みたいな、こう、おっちゃんとおばちゃんのやりとりみたいなが、でもそれは別に何とも思えへん、人におごってもらうのは申し訳ないなと思いますし、例えばデートとかしてもおごってもらうのすごい抵抗あるんですけど、うん、こればっかりはこればっかりはこのなあのレッツゴーフライデー抵抗はあるんだろうするかとや抵抗あるんですけど買ってあげようかって言われちゃうので、いやだって蜜色は下手くそだなって言ってたやん、下手くそだなって言ってたやん、デートでも割り勘になったことないでしょ、いや、あります、私今本当に嫌なんですよ、デートでおごってもらうのが、そうなんです、え、割り勘が多いの、いや割り勘か、それでもじゃあ10個年上やったりしても、ご飯出してもらったら、うん、例えばその後アイス買おうってなったら自分が買ったりします、アイス100円やんだけど気持ちが大事じゃないですか、うん、まあ、それはそうやね、お金が大事や、お金が大事や、いや、結局うまいこと転がすってんねんって、ね、そう、うまい、私は無理やわ、うん、私も無理やわ、無理、もうほんまにおごってもらいすぎたらギョーっとなって、うん、その人と会うんがもう億劫になるぐらい、またね、また気使わすわ、相手に、そうしたら悪いわ、そこまではならへんけど、私もギューです
また行くやろ次。次何にしようかな。ほら見てみだってええの食べさせてもうてアイス100円おごっとったら気が済んでるわけやもんな、ね、でもまあスタバだったりもするわけですから。いやそれも300円ぐらいやんか。まあ気持ちの問題です。損して得取れっていうやつ。いやそうそういうことです。そういうことやね。気持ちが大事です。はい。まあでもよう考えたらあれやな、前室でもさ、はい、三弘って絶対座れへんやん。あの人ずっと立ってるやろ。なんか会計やから座って今でも、ね、そうやね今でも、うん、今でも立ってるんですよ。そうやで今日もお辻なんか遅れてきてすぐ座るっていうな、うん、いや違う仕事してたからそういうとこ。そう寝坊とかじゃないから仕事一生懸命来てくれたわ。来てええねんけど、うん、そこへんがやっぱりそのあんのかなと思って、そのみんなが心をすぐ許してしまうお辻っていうのがあんのよ。そうですね。私も笹かまぼこ食べって言ってしもたもん今日。あ、これねすぐね。ほんまや。私も食べとけこれ美味しいから言うて。なんか言うてまうやろ。結局二人がすぐに言うてまう。そうやね。なんか何なんやろ。またお辻が笹かま見てへんのに。見てへんの。これちょっと美味しいが食べて。親戚のおばちゃん二人みたいな。そうやね。あんた美味しい笹かまをいただいて。よく一緒なんですよ。タピオカ屋行ったらもうどれがええのって聞くんや。聞いてまうねんな。これもうほんまに絶対言えへん。ハギの月は渡さへんで。お前絶対渡せへんな。美味しそう、ね、絶対渡せへんで。いや美味しいね。美味しい。すごい。あとお前うまいもん食わしたから。お前はもうじゃあ全部持って帰れもう。これティーナさんがくれたから。そう。雑にしたら大事なもん。毎週これあげるし。美味しいねこれもね。まあだから今日は大して反省ないってことやってたから。そうですね。一番やっぱり知名度がまだ低いってどうかな。ああそうですね。でもこれほんまにでも結局お金はめっちゃ貯まってますもんね。2月8日に。だからもしかしたらですよ、もしかしたらですけど、うん、もう分かっててあー知らないっていやー、あーだからリスナーさんの協力もなくなってくんだよ。そういうことで、リスナーさんが金額上げるために知らんふりするっていう、はい、いうのも出てくるでしょ、そら。いやそれちょっとショック大吉やな。でも、ね、ショック大吉出ましたよ。ちょっと皆さんショック大吉出ましたよ。ショック大吉昭和のギャグやな。それはちょっとショック大吉やで、そんなリスナーの人おったら。いやけどその時はもう全然いいです、うん、あの全然いいですよね、うん、せやけど、うん、ほんまは知ってる系的な合図は欲しい。そうだね。あなるほどね。あれなんかここまで溜まったらゼロになる時のギューあるでしょ。それはある。申し訳ないなっていうのがな。あるね。いや、それはそう。結構自分がリスナーの立場やったら結構がっかりすると思うもん。あ、そうですよね。それが次、うん、来週でまた3000ぐらいいったら9000ぐらいになるわけやろ。そうそう。それがでリセット4週目でリセットって結構ショックやと思う。いや確かに。でもやっぱ言ってくれたよっしゃってのもあるんやけど、うん、よっしゃは嬉しい、知っててくれてた、でその瞬間すぐギューが来るやんか。でもほんまに若干今日やっぱヒントを出すのに必死になってなかったですもんね。そうやな。今日はやっぱりもうちょっと若干リセットになるのを怖がってる。もうどうせ別れられへんから前やって必死でヒント出してたやんか、うん、あーまあね、ブーってやる。いや今日はでもなんかそのインタビューした人の感じからして、うん、これはあかんなっていう感じもせんかったもん。いやもう分かりました。なんかパスできるやったらしたいなっていう、うん、でも一組目の方はピンとは来てたんですよ、うん、いやそのオカマっていうのやろ。いや違います。二組目の先の方、はい、美容部員さん。いやでも皆さん見たことあるやけど、やっぱそっからヒント出しても出てけえへんってことは、うん、やっぱり名前は何も分かってないってことやと思うねんな。せやけどこのラジオ知っていてくれてはる、こうやって見てくれてはる方は知ってくれてるでいいじゃないですか。それ例えば、うん、チキチキグランディーバーって言ったらどうなんねやろ。それも貧乏大体だ。それもそれもわざとボケてボケてはるとしか。大きい丸でええんちゃいます。それってなもう大きい丸やけれども100円は入れる。それが一番嬉しいサイズね。だからそれはお金欲しいからわざと間違えてるんですよ。それだ喜ばせないね。それもなんか心から喜ばれへんな、うん、でもそれは。まあね、ほんまにあのかわいそうな顔してきはるんですよ最近。声かけてくれはる方もね。あれがほんまにな。うん、そんなよう知名のないことないですよって言って大きい声です。あれ聞くたび悔しいんですって言うてきてがある。いやそうだからそれをそうもどかしいねんって。なんで知らんねんこの子らのことっていうのは親みたいな感じで。そうなってくれてはるんやっぱり。知らない人は知らないんですよ。そうそう。でも、うん、結局そういうことやねんって、うん、結局まだまだ誰も知らんねん。いやそう、うん、まあ、こんな誰も聞いてへんねんこんな。
ラジオ。いやいやいや、だから聞いてない人に聞いてもらうようにするコーナーですもんね。でもそうね、あれ聞いてチョコレートが一つも届いてない感じで置いてなかった。これまだ分かんないですね。分からないですね。途中聞き始めてはいないですか。それ内緒でしょ。それは中間報告みたいなのはしない感じです。何個以上とかも言えない。いや、70個がだから去年、はあ、一応だから去年超えが目標ですよね。そうそう、超えるんですかねみたいな言うのよ。ずっと怖いですねこれ。ずっとそうやね。うん、でも14日まで77人気になることいっぱいあるわ。いや、ほんまやで。いや、そんなにほんまで10円ハゲみたいなできそうや。新しい脅しを覚えてる。私、まあ、でもこうやって10円ハゲできそう。まあテレビの時はこうやってしてやるから、ハゲようと何しようか。いや、そうやね、そう、分からへんねんじゃん。でもカツラ取って10円ハゲいっぱいあってみ、心痛いで。痛いやん。そんなさ、見てて。とりあえずわかるけど。ほんまに、ね、はい、でもそれ来週わかるんですもんね。来週わかるから、まあ、だから14日までのあれ、来週はもう撮影があるから化粧するんですよ、はい、わざわざ。ああ、わざわざって言うと怒られる。落ち込んでたこれも。でも、あ、仕事の時はこれでカード撮影しよう。あ、そうしようかな。なんであれ、そうか、結果を知ってから撮影、カード撮影、あのプレゼント、それ用のお返しの撮影を来週はするので、あかんかった場合っていうか、その数があまり悪かった場合はちょっとテンション低い、低めの、うん、顔でな、もう黒い服で、黒い、ここもちもちみたいな、ここ水色のあの丸つけてこう、そうね、それで地面ハゲできました、できましたよ。でもそれが70でも71個でも超えてたらもう、はい、めっちゃカラフルなやつ。お、嬉しい。はちょっといい宣伝になるじゃん、これでね。そうや。ぜひよかったら。金髪で。じゃあ2月14日までにこちらに届くように送ってくださいませ。はいはい、これ宛先はこの前の放送の中で言ってますので、でね、うん、ぜひそちらお聞きください。あと、あの完成品の見る方法を今日分かってよかったです。メインの人にどうやってこの番組のこれ見るか説明することになると思わなかったですよ今日。だからあんまり、ほんまに何にも知らんねんって私なんか。だけどその奈良さんをやっぱり見ようっていう気にさしたら、やっぱ田丸さんすごいっすもん、ね。いや、そうやねんな。どん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 大きくなってる。田丸さんとの反省室はめっちゃ面白い気がすんねんな。うん、見て。だから楽しかったんでしょうね。そう、楽しかった。うん、後で振り返ったら。じゃあだって、あの写真、こう一コマを切り取った写真、うん、めちゃくちゃ笑ってましたもん。あ、そう。あのこの番組ツイッターに上がってる写真のなぜさん、はい、めちゃくちゃ笑ってました、ね。あ、そう。いや、ちょ、早見たい。早送りしたよねんな。いや、だからもうおすすめできる。もしそれはできるけど、そう、ラジオもき、そうそう。いや、それ聞くよ、もちろんね。あるでしょ、それ言うたらあかんって分かるでしょ、テレビも出てはる方やから。誰が言いますの、 CM は飛ばしてねって言ってないでしょ。本放送は飛ばしていただいて。それがこのさ、はい、レッツゴーフライデーのええとこ。いや、まあ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 、そうですかね。で、そうです、今日はもう反省なしということで。なしでいい。はい、そうですね、うん。することないです、私は。私は私他の3人めっちゃあるみたいな言い方。いや、ちょっと頑張りましょう。楽しかった。ね。うん。まだ？終わりです。閉めてください。今日見えてないよ。そろそろ。はい、そろそろ。そろそろ時間出てる？はい、そろそろ時間出ました。よかった。じゃあ今日は反省点なしということで、素敵な放送になったことを間違いないと思います。ぜひ YouTube でもまた聞けますし、ラジコアプリなんかでも聞けますので、そしてその終わりには反省室という素敵なコーナーもございますので、ぜひ皆さん、それをここで告知してる。見てる人が、そう、ね、そう、ここ最後やから。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。